ドクター林の健康ゲラゲラクリニックえ今日はあダブルコロンのお基礎三中さんをゲストにお迎えしてお送りしておりますよろしくお願いします <laughs> ありがとうございますね、はい。楽しいですね、えー、いやいやもうこんなビッグな方が来ていただくと、ねね、この番組の,番組のねもう価値がものすごく上がりますから、ね、よくおっしゃいますよこの次から出る人は 俺は役さんと一緒に出れる同じレベルなんだと思っちゃいますから <laughs> いや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 ,いやむしろ肩の力抜けていいと思いますよ <laughs> 皆さんこれからもう本当にこの,こ,のこの番組での大変ですからねいや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 ,いや <laughs> もう皆さん気楽に出ていただけることは間違いないですけど <laughs> だから仕事がいっぱいあるからどうですかそのゴールデンウイークも何もないでしょ まあ今年のゴールデンウィークはまあお休みの方はほぼないですね、一日だけちょっとあのスケジュールの都合で空いて休みは取れたんですけど、<ー>昨年とかちょっと休みなかったですね<ー>、はい、また休みが増えるのちょっと不安ですからね、いや、そうなんですよ、<laughs> もうこれはもう本当、常にその恐怖感との戦いでね、我々はやっぱりね、ーピークがあれば下ることもあるわけで、だそこはそこはやっぱりかなりいろいろ気にしてるもんですか。 いや<う>何でしょうねあの僕自身の感覚としてはあのまあ、えー、2010年あたりに結構テレビ、えー、やっぱたくさん出させていただいて、えー、で2011年まではまあなんかそんな変わらないペースで出させてもらってたんですけど、えー、今年は。 なんかやっぱ先ほど、ね、あの林先生もおっしゃってくださってましたけど1人の活動がちょっと増えてきたので<ー>だからそこに比重を置いてる分あんまり僕個人としては世間は知らないですけどった感は感はじてないんですよねやっててあのやっぱ新しいところで戦ってる感じがして、うんうん、それはそれで充実してやってますね。うんうん、はい そう、一応事務所としても、だいたいそういう方向に、きんですかね。う <laughs> どういうことですか。いや,いや、だから、もう<や>、だぶるこらっと、言わせなくても。はい<の>。もう、人さん一人で。あのね。何で、ね。なんて言うんですかね。あのー、まあ、もう、彼は、もう。いろんな意味で、ね、認知もされてますし、うん、やることも、もう、謎かけだっていうのも、確立できてると思うんですけど。うん、一方の僕は、そうい。 まああのー、まあ番組で司会やらしてもらったりとか、うん、リポーターで進行やったりとか漫才で突っ込みやったりとかあるのはあるんですけど、うん、でも別にこれっつうのは別にあんまないんですよね。でまあ先ほどおっしゃってくださった駅弁とかまあその一つで新しいなんかこうねキャラクターというかそういったものを作っていかなくちゃ多分本当に何もないまま消えていっちゃうのでうだからそれを何か作っていかなくちゃなっていうので。 頑張ってる時期ですね。は,は,はい。まあ、だけど、あの、コンビニ組んで、あの、ま、漫才なんかやってた時にね、私も一緒に、こう、横、はい、から見せていただいたりしてて、やっぱり、あの。はい、木曽さんがいるから。はい、あの。 謎けがちちゃんんととききっっでるだて思います本当にそれはだからあの人一人であの人一人です言ってからそれはすごいと思いますよすぐ出てくるのはすごい確かに思わず私のこと題材してねいろいろすぐパッと作れちゃうからすごいと思うんですけどもあれだけでやっぱり芸が続かないと思うあのやっぱり木曽さんがいた漫才があったからでやたいがあった頃こそ。 あの人が光ってたわけですねまあそれをね,ね日本国民の皆さんがそうおっしゃってくださると僕のチームもうちょっと向上してるんですけどねなかなかそうもいかないんですよこれがだから、うん、そうじゃなんですだからプロレスだってね、はい、プロレスだってこの,あのタグマッチでやる時は一人こう。はい やられ役といえば変な言い方ですけどとにかくまず2人が役割が違ってそれでそのコンビニの強さが出て出されるわけでしてバランスが大事ですからねやっぱだからそういうとこでじゃあ人になっちゃった時に今まで通り同じことできるかっていうとちょっとそれは疑問かなというの私はもうなるほどあれっつってもっと感想は持ってますけどねええ本当にこの番組が全国ネットでないことは悔やまれますでも世界中でこれユーストが見でますかすね世界中で見れますからね ね、<laughs> いやいやいや少なからずあの日本以外の国民には特に僕も期待はないので,で、ね、い日本人になんとか理解していただくことはでてますけども本、はい。本当にそうですよやっぱりね、あのー きちっとした芸があるし、あの喋りも上手ですしね。本当にものすごい期待をしてまして、今ダブル林さんぜひ。ああもうそんなんもう今まさにダブル林じゃないですかこれは。ただ私芸事で林という名前を使う気は一切ないので、ちょっと違うネーミングをごちょっと呼んでいただければと思いますけども。はい。とね、いやそこでそのまあこれは健健康が一応テーマになってますね。そうなんですよね。どうですかね林さんちょ林さん。基礎さんに言ってください。基礎さんどうですか少し健康。いやもう気遣ってます。 いや体型見たらお分かりや思いますけども全く気使ってないのは分かるでしょう。ちょうどこのスタジオ来る前に嫁さんに計らされたんですよ、ええ、久しぶりに。<laughs> そしたら切ってたんですよ、僕ちょっとあの食事節制してて、ええ、で戻ってましたね。キキロ102キロ,102キロあった、はい、そううですねもう ジュニアじゃないとヘビー級ですね。ねいや本当ですよね。ね大日本プロレスやった S 級の体型ですよね。全くそうですよ、ね、本当に。いやちょっとさすがにもう特にね <laughs> あの運動してるわけでもないのでい<や>これは。健康を気遣ってはいないんですか。 いや気使ってますよ。使ってでしょ。で、あの番組の企画で健康診断というのをやっていただいたんです。で、その時はあ意外とあの血液は大丈夫だねとかでメタボじゃないって言われたんです。メタボって体型イコールメタボってことじゃないんですか？まあ要するに血液検査で軽く血糖値がちょっと高かったり中性脂肪がちょっと高かったりというのがないとやっぱ言わないですよね。だそういうのなかったって。あすごいですそね。うんただ肝臓のフォアグラっぷりが大変なことになってるみたいで。 脂肪感そうですねでそれはもう実は以前あの広国委員さんに<ー>、えー、伺ってその時にも、うん、いやこれはちょっとフォアグラっぷり半端ないねっていう診断をあしていただいてだただまあ まあその医者としての見地で特に僕評価してないのでドんは、ね、<laughs> そういうことないですけどと <laughs> いうことでちょっとま,あ、ね、まだ若いわってその時は思ってて、うんうん、でも結局ね脂肪はつけばつくんですね本当ねお金がためると脂肪がためると大体そういうことじゃないんです、ね、<laughs> これは誤解を招きがちなことをおっしゃらないでくださいそういうことじゃないんですけどね<や>運動不足で,と、ね、でもとそう運動不足ですねやっぱ運動する時間なんかないでしょ、はい えだから最近はまあ腕立て、腹筋、背筋なんか、極力やろうとしてるんですけどね、でもね、結構やっぱ仕事で遅く帰るとか、多いんですよ、であとまあ、お付き合いでお酒飲んだりとかっていう、あとの腕立て伏せとかもうめんどくさいじゃないですか。そそうですよね、でねまあその翌朝ですけども、長男が小学校2年になってるんですけど、でその2年の長男がですよ、昨日、ちゃんと昨日腕立てとかやったってチェックしよるんですよ。 でもそれはまあ僕としては天秤かけるわけですよ正直なお父さんであるべきか嘘ついてでもやってる努力をしてるお父さんを見せるべきかってもう天秤かけるんですけどやっぱそこ正直なお父さんのほう勝っちゃうのでやってないです当らほだめだなっつって「デブ!」って言われちゃう最近の子供は口が達者ですね本当にその口の達者だお子さんがで今日はこのスタジオに見せてるんですねちょっとご紹介しましょうかねご紹介してくださいほんですか嘘つき父さんどう どう、この、この位置で喋って拾えるもんですかね。いや、もう完全に苦笑いですね。何でしょうね。ちょっとこう人見知り的な感じであね。 あのずいぶん前にねあの実はご紹介してるんです。ああ実はねお会いしたことはまあ小さかったからねまだ。はい。こうフルと照れるというね。なるほど。でも学校じゃ人気もんでしょ。どうなの。いやでも人気あるみたいですよ。なんか学校の先生これ三者面談みたいなでその時も先生が言うてはったみたいです。なんかあの君のなんかそうですねあのそのクラスの人気者ですよって。あの雰囲気作りモードメーカーだったんですよね。やっぱり血あらいですね。ただその道で行っても。 もらうと困るんですよ<や>私もちゃお父さんみたいに有名になればいいじゃないですかいやいやそんなもう絶対ないですから <laughs> もう子供はもう <laughs> 公務員でしょ公務員じゃないとダメです本当に <laughs> もう何でもいいか公務員ですよ。出産の時大学出てねお笑い芸人になる時お父さんお母さん何も言わなかったうちの親に関しては不思議と全く反対なかったですね。でまあ母親父親それぞれの感覚はまたちょっと違うんですけど親父の場合はずっとサラリーマンで勤めててでやっぱそこに多少の後悔があったのかもしれないですよねだからやっぱり自分は会社勤めずっとやってきたからだから子供たちは自由にやってほしいという思いで。 で、母親に関しては、あの母親の父が自営やってたんですよね。で、やっぱその感覚がずっと染み込んでたらしくて、だから、やっぱ。勤めじゃなくて、自由にやるっていうのに対しての、やっぱ柔軟な発想があった。あ、でるほね。反対はなかったです。じゃ、あ親に黙って、僕は東京に行って公務員になるよって出たわけじゃないってことですね。あ、もう嘘はついてない。私はもう、本当、子供の前で会えてますけど、一度大しても、嘘をついたことはないですよ。あ、そう、お父さん、正直です。だから、目見ろって。 <laughs> 本当に。目を見ずに、ずっとけん玉をいじってるというね。<いや S 1> 逆に不安になっちゃいますけど、将来が。はい。ええ、いや、それはすごいですよね。お子さんには、やっぱ、ある程度、いろんな期待は、もう、まだかけないですかね。あの、まあ、あんまり、勉強とかも、躍起になって、やれやれとは言わない。んですよね。<うん S 2> まあ、まあ、宿題とか、まあ、ね、それは、最低限のノルマみたいなもんですから、それはやれっていうのは、厳しく言いますけど。でも、まあ、なんか、学習塾通わせてとか。いい、ね、中学校行って、いい、高校行ってとか。 っていいうのははあんまないです僕それより今は今楽しめることをやって、うん、だからもうあんまりあれですけどねあの計算カードなんていうのがあって、うん、で結構一生懸命やってるんですけど、うん、やっぱちょっとね <laughs> あの苦手みたいですよ <laughs> そうっうちの長男は。<laughs> <laughs> はい、つまそうな顔してて聞いすすねねで本当男の子っつらこうやってそれていくんですよ、本当に、自分もそうだったんでね、これ、っ筆返しってやつですよ、本当にね、嫌 <laughs> ですね、本当にね。あ<ー>うん、まあ、だから自由に伸、ねね、び伸びと自、自由に伸び伸びが一番いいですね、はい。と思います。<ー>うん、で、例えば、真、ま、剣、あ、な話になりますけど。はい まあ今こうして売れてますけどももう絶対に売れてるわけじゃないの。もっ、ね、時にですよやっぱりこのあちょっと生活を今後のことも考えて安定さなきゃいけないなと、うんはい、そういうことなんか考えますかえっとそうですねだから 今、僕自身の考え方としては、やっぱりいつまでもこうキラキラした仕事ばっかりもね。やってられないので、うん、で、うん、こう長くやれる仕事っていうのに、ちょっと上手にシフトしたいなって思って、うん。例えば、どういうこと。それがラジオなんですよね、僕は。ううで、で<ー>でやっぱ。僕自身が芸人になるきっかけとして、まあ、さっきモテたいなんていうの言いましたけど。まあ、それとともに、結構深夜ラジオとかを聞いて、で、まあ、芸人さんとか、僕は。 あの出身神戸なので関西ローカルで「ヤングタウン」という番組があって、うんでえー、それこそ当時でいうとダウンタウンさんとか、うん、あとまあ、えー、島田紳介師匠とか、はい、まあ今ちょっとね引退されましたけど、はいはい、とか鶴瓶師匠とかそういった名だたる方々が深夜、うん、番組をやってらっしゃってそれを聞いてあなんて喋りって面白いんだ楽しいんだっていうのを<ー>やっぱ影響を受けてこの世界入ってるので、うん、だそれはまあ深夜じゃなくてもいいんですけどやっぱこう昼とかでもねあの幅広い年齢の方に聞いていただけるような 番組がやれる人間になりたいなっていう目標は、うん、持ってます。あでも、もうそれはその、はい。その そろそ,ろその息に近づいいても,う、ねもうね、ラジオ界にはラジオ界でね<ー>手ごわい人がいっぱいいるんですよ <laughs> でまあ長生きで皆さん <laughs> だからやっぱそういった方々、まあ、ゲストを呼んでいただいたりとかっていうのもあるんですけど、えーえー、やっぱねお話しさせていただくとやっぱ皆さんそれぞれに長いスパンでやってらっしゃる理由っていうのはやっぱ分かるんですよね、うん、魅力があってだからそういうのを自分にも身につけなきゃなっていうのは日々やっぱ感じながら仕事をさせてもろてますけども。うん なるほどね。ラジオ界で将来は身を立っていきたいと食べていけるようになりたい,とい、ね、そうですね。まああと景気が良くなってほしいです。ああああ景気は悪すぎる。確かにね。はい、今はね。うん。ギャラがやっぱ安いですよどこも。そうですか。<laughs> これ切ってほしいな。まあいいや。え <laughs> <laughs> なんかねっていう話をよく聞きますよ。はい。やっぱそうなんですかね。そうなんですよね。はい、ああでもお笑いお笑いって結構あれでしょ景気あのー、悪い方があのー あそうですね演、あのー、芸場なんかでいうとやっぱ景気が悪いと演芸場はお客さんが集まるっていう,う、ね、まあ話はありますよね。よねはい 今どこどこあの何つうかあの浅草台とか出てるんですか。そうですね。浅草東洋館という劇場でで我々あの漫才協会というところに所属してますから、まあそこが一日から今十九日までかな二十日までかな二十日間ぐらいやってるんで、でそこでまあスケジュール合間空いたところは結構出させて。あ出てるツアー。はい。お客さん多いですか。いやだからねあの今漫才協会って結構ねあのベテラン勢でいうとお盆小盆 s h o ノエルコイル h o 事工師匠内海慶子師匠とか明田淳子師匠っと結構いらっしゃるんですよでその一方で若手もナイツ有事工事ロケット団とかがいるのでこの辺の方々が何組かごそっと出てる時とかはもうそれは立ち見立ち見の超満ですありがたいことにそのおこぼれで我々もね出させていただいてるんですけどそうなんやっぱお客さんいた方がやっぱ演芸は盛り上がりますよね 先日、実は林先生には僕とあとロケットナの三浦君と出させていただきました。ライブでまあ本当にちょっとかん鳥がもう泣きっぱなしに言わなくていいでしょ、れ何となく雰囲気で伝わればいい話でしょ。ということでちょっと告知がうまくできなかったんです。本当に私や前の ドクター林のなんとかやってたんですからね。あれなんかあのお客さんより出演者の方多いんですからね。そうですね。考えればあの出演者の方が少なかったですよ。もう胸張っていいですよ。腹で変でしょこそれ。まあそこはまあまあね。あの新たなもうやってますんで、まあ楽しいです。ああいう。そうですよね。はい。うん。 やっぱりでも一人であれだけ一時間半も喋り続けるって大変じゃないですか。いやーだから二人と、ね、も,うれがもう全然へっちゃらで、ね、もう時間が許すんだったらまだまだ喋りたい,いす。あ本当ですかはい。だも今日とかもう本当に。 もう適当なことするってなったらペラペラ喋ってるでしょ本当にこういうのでやっぱりこうね生活ができるってこれほど幸せなことはないなと思うんですけどねあでも本当健康だしねもう健康ではないけどもうありじゃないですか、はい、がっつり脂肪肝ですからね <laughs> いままで来てんちゃいすかなや医者やったらもうちょっと親身に相談に乗ってくる最近飲むようになっちゃいまして昔は全然飲まなかったんですけど40の声聞くとともに41なんですけど急に飲めるようになっちゃいまして好きですね最近これやばいですねいやまあお酒飲むようになるとだんだんまた本当 あの脂肪肝食中毒になってきますからね。ですよね。はい。番組ももうかなりねあの過境に入ってやっと医者的なコメントをしましたね。そういうのもうちょっと早めにやっといてもいいんじゃないですか。こう言うても暗い話になっちゃいます健康あそうですね。バラエティだからやめときましょう今日は終わった後に暗い話を伺いますよ。はい。いやそうですね。ご自身の健康は大丈夫なんですか。私ですか。はい。 だから、やっぱり医者の不養状っていうか、あまり、まあ、病気は一言ですからね、私、にとってみれば。だから、まあ、調べてもいないし。はい。ね、多まあ、自分でなんともなきゃ、なんともないのかなと思うぐらいの話。うわ、本当、これでもチェックされた方がいい。んっちゃいますか。確かに、そう言われ、なんか。なんか、そういう。いや、本当です。医者の不養状ありますよ、本当に。いや、いつもあるかもしれませんけどね。ええ、ほんまね。あの、もし、亡くなった暁には、ちゃんと葬儀には行き。あ、よろしくお願いします。って話じゃないでしょじゃ、もう一曲、ね、なんか。 そうですすねね曲何がああありますかああの、ねあのー、僕足立区在住なんですよ実はもうお隣でこのああですね飾のこの FM を聞こえてる方多いと思うんですけどああで、えー、その曲でお世話になったというか結構仲良くさせてもらってるバンドで足立区在住なんですけどああ、えー、ノアというバンドでああ、はい、頑張ってます<ー>でこのノアの「君の音」聞いてください。はい はい。 えー、それではノアの君の音という曲を聞いていただきました。ありがとうございます。貴所、えー、さんどうですかそのおなんか告知することありませんですかね。はいあのー、先日林先生にもねご出演をいただいたんですけれども、えー、ロケット団の三浦君とそして私ダブルコロン木曽さん中の二人でやってるライブがありまして <laughs> これが、えー、月刊浅草新聞というライブ月刊浅草新聞ですね。はネイキッドロフトという新宿にある会場で、えー、毎月やってますで、えー、ちょうどまあ四月ちょっと終わったところなので。 5月でいうと、えー、24日の木曜日ですね。日えー、で次回のゲストなんですけども、えー、古原康久さんという、はい、あの戦隊もの好きな方ならもしかしたらおおって思われたかもしれないですけども、はい、えっとねあのへ変身する体洗うそうじゃないです。あの おボボケケるね。エンンディングでボケました、ねあ,とはい、あのー、なんだかエンジン戦隊ゴーオンジャーというヒーローもん3年前ぐらいにやってたやつなんですかねでそれでゴーオンレッドという主役をやってた青年なんですけども超イケメンで、はい、我々とは全く違う人種なんですけどね、はい、で、その人ゲストをお招きして、まあ、戦隊ヒーローの、うん、秘密の話とかね前回はプロレスの秘密話いろいろ暴露していただきましたけども <laughs>、ね、誰々は、えー ユジュ普段だとかね、誰誰はホームレスだとかね、いろいろおっしゃってましたけども、まあそういった話聞けるだけちょっと引き出してみたいな。まだ七時から、そうですね。七時半からホームページスタート、開あ会場が六時半からという感じですね。はい、ローソンチケットで発売中ですよ。ぜひ皆さん行ってください。さん一生懸命一人喋りますからね。まあ皆さんもやってますね。はい、やってますのでいっぱい喋りますから楽しいですよ。来てください。ぜひ行ってくださいと思います。はい、他じゃないですね。そうですね。まああとちょこちょこと、はい、駅弁のリポーターやったりと。 かはいあのテレビ神奈川は見れないのかなこのまあもしケーブルテレビとか引いてる方であれば見れますよね毎週土曜日朝10時からかなウィルトギャザーという番組これメイン MC で一人でやらせてもらってますよかったらご覧いただければはい若い女の子を沖縄ロケ行ってはしゃいでる番組です楽しいです視聴者のこと全く考えてませんただ自分が楽しい番組ですなるいやいや本当にねもう今日はもうダブこの木曽さんがね出ていただいたことでこの番組の価値がものすごい上がったとんでもない感 いということはね、本当,本当にもうありがとうございました。またぜひ読んでください。ね、ぜ,ひぜひぜひ本当よろしくお願いします。はい、もう5月になってね、もう本当に暖かくなると思います。うんえー、どうですかね、あのー。 暑い日が寒かったは、ね、もうだって半袖でもいける日もきょうもありまう、ね、もう夏日になってきますのでね、はい、だけどまだなんか、こうあれです、ね、暑くなったら寒くなったりする可能性もありますよね,ね,ね私、この体型ですから、あの4月、5月で半袖になったら、ただ太ってるだけでしょみたいな感じで言われちゃうので、だからもう意地でちょっと長袖とか、き <laughs> そうよなんですよ今日も意地で七分袖ですけど、ど本当はランニングシャツで着たいぐらいでした、本当に。 あったかいですねあったらやられるんです、はい、いや本当に皆さんぜひその健康にねまだ気をつけていただいて、はいえー、大いにをらって免疫力を上げてでへ、えー、元気で暮らしていただきたいと思いますまた来週の、はい、土曜日お,お耳にかかりましょう、はい、さんあさい本当にありがとうございますさあまた読んでくださいます笑顔で暮らせたらいいな